方法除雪とは1637年に交換されたフランスの哲学者ルネ・デカルトの著書である。観光当時の正式名称は理性を正しく導き学問において真理を探求するための方法の話。加えてその試みである屈折工学、気象学、幾何学。であり、元来は3つの科学論文集を収めた500ページを超える体調だった。 今日の方法除雪として扱われているテキストは、その書籍中の最初の78ページの序文部分であり、自身の方法論の発見、確率や観光に至るまでの経緯を述べている。除雪と訳されるディスクールは、トレートが教科書のように体系的に書かれた論説で、あるのに対して形式ばらない論考の意であり、デカルト自身がメルセンヌへの書簡で、方法の試みであると呼んでいる。 哲学的な内容はその後に出版された生札メディテーション図でプリマフィロソフィアとほぼ重なっているが方法助説は次元の記述を含み試策の順序を追ってわかりやすく書かれているためこの一冊でデカルト哲学の革新を知ることができる当時多くの本がラテン語で書かれることが多い中ラテン語の教育を受ける可能性が低かった 当時の女性や子供たちでも読めるようにフランス語で書かれ6つの部分に分かれている。なお初版は宗教裁判によって異端とされることを恐れて偽名で発行された。書籍冒頭でデカルト自身も書いているように方法除雪部分は以下の全6部で構成される。第1部は良識はこの世で最も公平に配分されているものであるという書き出しで始まる。 ここでの良識は理性と同一視できるものとされる。健全な精神を持っているだけでは十分ではない。この除雪の目的は理性を正しく導くために従うべき方法を教えるというより、デカルト自身が主樹の心得や考察に至るまでに、どのような道筋を辿ったかを示すことである、と宣言する。学校での全課程を修了し、珍奇な学問サエンシズオカルトまで、 少量し尽くしたにもかかわらず、多くの疑惑にとらわれている自分を発見したデカルトは、語学、歴史、雄弁、歯科、数学、進学、スコラ学、法学、医学は有益な学問ではあるが、どれも不確実で堅固な基盤を持っていないことがわかり、文字の学問をすっかり投げ打つことにした、と語る。第二部は、三十年戦争に従軍して、 ドイツにいた時の施策についてもべる。有名な暖炉についた地中こもって最初に考えたことは一人のものが仕上げた仕事はたくさんの人の手を経た仕事に比べて完全であり、一人の常識ある人間が自分の目の前の事柄に単純に下す推論は多くの異なった人々によって形成された学問により優れているということだった。賛成者が多いということは 発見し難い真理に対しては何の価値もない証明である。したがってデカルトはその時まで信頼して受け入れてきた意見から脱却することを志した。その際に精神を導く4つの純則として私が名称的に真理であると認めるものでなければ、いかなる事柄でもこれをマナリとして認めないこと、検討しようとする難問をよりよく理解するために、 多数の小部分に分割すること最も単純な、ものから最も複雑なものの認識へと至り、戦後のない事物の間に秩序を仮定すること最後に、完全な列挙と、広範な再検討をすることを定めた。これによりデカルトは大数学や他の諸科学を検討して、理性を有効に活用し得たと感じたが、それらの諸科学の基本となるべき哲学の原理を見出していないことに気づく。 この時彼は23歳であったが、もっと経験を積み円熟した年齢になるまで、悪い見解や誤尾を自分から根絶するために多くの時間を費やすことを決意する。第三部は、理性が不決断である間でも、自分の行為を立し幸福な生活を送るために、デカルトが設けた三つの道徳律を紹介する。自分の国の法律と習慣に従うこと。 一度決心したことは断固かつ毅然として行うこと。常に運命よりも自分に勝つことに努め、世界の秩序よりも自分の欲望を変えるように努力すること。デカルトは理性を強化し自分が自分で決めた方法に従って真理の認識に近づくことを自分にとって最善の職業と考えた。ダンロベアを出て9年間は世間を見て歩き、疑わしいもの、誤尾を 観察反省し、1628年いよいよ、哲学の基礎を定めるため、オランダに陰遁することにした。第四部でデカルトは、少しでも疑問を差し挟む余地あるものは疑い、感覚、論証、精神に入り込んでいたすべてを真実でないと、仮定しても、一切を虚偽と考えようとする、私はどうしても何者かでなければならないことに気づく。フランス語で書かれた、方法除雪の 十ペンセ、ドーンク樹種類私は考えるので私はあるを、デカルトと信仰のあったメルセンヌが、ラテン語訳し、コギトイルゴスム、我思う、ゆえに、我があり、コギト、エルゴスムとした。この命題は、我々が命ルをかつ半然と了解するものはすべて、真実であることを一般規則として導く。その規則からデカルトは、さらに神の存在と、本性、霊魂について演劇している。 第5部で公表を控えていた論文、世界論の内容を略述する。第6部では、ガリレーの審問と地動説の否認という事件がデカルトに自分の物理学上の意見の公表を躊躇させたと述べる。人間を自然の主人とするための生活にとって有用な知識に到達することは可能であり、それを隠すことはデカルトにも滞在と思われた。 実験や観察は重要であり、講習がそれから得る利益を互いに公開することが今後大切になるはずだと。しかし、ガリレオ事件で教訓を得たデカルトはまだ発見されていない、若干の真理を探求する時間を失わないために、反駁や論議を招くような自分の著書は生前に出版することを断念することにした。しかし自分が著作を用意していたことを知る人々に、 意図を誤解されないよう、1634年になって書かれた論考から慎重に選ばれた屈折工学、気象学、気化学に方法除雪を付して公表することに同意した、と述べる。ありがとうございます。